1997年大韓民国大統領選挙は大韓民国の第15代大統領を選出するために1997年12月18日に実施された韓国の選挙である。韓国では選挙回数を大回ではなく大々と数えるのが一般的である。金融危機で韓国経済が破綻の危機を迎えた最中行われた選挙である。 この選挙で4度目の挑戦となった第一野党である新政治国民会議の近代中候補が与党半なら党の理解賞候補、国民新党の理人沈み候補を抑えて当選を果たし念願の大統領の座を手に入れた。この結果、韓国の憲政史上初めて選挙を通じた与野党間の平和的政権交代が実現した大統領選挙となった。今回の選挙戦から 近県選挙をなくすために選挙運動期間中における屋内外での大規模選挙集会を開くことが禁止され、選挙戦は候補者同士によるテレビ討論を通じて国民にアピールする方式に変更されたことも特徴である。選挙戦当初候補者として取り沙汰されていたのは与党の新韓国党が9人、野党側では政治経験が豊富な近代中。 新政治国民会議総裁、金商筆、自由民主連合総裁などであった。与党新韓国党の有力候補は、以下の通り最終的に、6人の候補による争いとなり、7月21日に1万2000人余りの大議員による投票が行われ、一時投票を経て、決選投票で、理解省が、理秘と沈みを退けて新韓国党の、 大統領候補に指名された。与党新韓国党が、理解省前代表を、新政治国民会議は、近代中、自民連が、金小筆と、それぞれ有力候補が出揃ったが、理解省の支持率が断ツで、与党の候補者に指名された時点では、当選確実とまで言われていた。しかし、息子二人の兵役逃れ疑惑が発覚したことで、 理解賞候補の支持率は急落し、にわかに混戦模様となった。この状況を受けて、新韓国党の党内選挙で敗れた李人沈が、9月17日に、景気道知事を辞任して、離党と選挙出馬を宣言し、11月4日には国民新党を結成して、同党の大統領選の候補となった。当時ソウル市長であった、昭和氏も9月8日に、市長を辞任し、 同月11日、第三野党である民主党の候補に選ばれた。これで、大統領選挙は、与党代表の理解省、三野党の各総裁である、近代中、金小筆、懲圧氏、そして李ヒト沈みの有力候補5人による、混戦模様となった。しかし、選挙戦の過程で行われた、世論調査の結果、金小筆候補と、 長厚志候補は当選の可能性がないことが明らかになったため他陣営との連携が焦点になった。金消失候補は次期政権でかねてからの持論である議員内閣制へ改憲すること等を条件に国民会議の近大中総裁との候補一本化に正式に合意した。一方、長厚志候補も理解消候補と理人沈み候補との間で政治的交渉を行い、 11月7日に理解省候補への一本化と党合併に合意し、同月21日には合併新党であるハンナラ党を結成した。こうして、韓国の第15代韓国大統領選挙は、事実上、ハンナラ党の理解省候補、国民会議の近代中候補、国民新党の李仁沈み候補の有力3候補の戦いとなった。 11月26日に選挙が公示され、立候補登録が締め切られた時点で以下の7名が立候補した。近代中候補が理解症候補1.6%という僅差で、破って悲願の当選を果たした。近代中の勝因としては、与党新韓国党の党内選挙に不満をいただいた、李ヒト沈が、脱党して選挙に挑んだことで与党の強固な地盤である。 ミネミナミ地域の票が、リ解イとリ人沈みの間で分裂したこと、また中西道地域に強い影響力を有している、金賞室と選挙協力を結んだことで、首都圏や湖南地域だけでなく、中西道地域でも、近大中が、リ解イに勝利できたこと等が挙げられる。しかし、ミネミナミ地域における、近大中の得票は20%に満たず依然として、 みねみなみ地域における反近大中感情の強さも示された。近大中と近小筆の協力、リヒト沈みの立候補による与党支持票の分散、ヨンサム大統領と後継候補であるはずの理解賞の確執、アジア通貨危機による与党への逆風、これらのうち一つでもかければ、近大中の当選は難しかったと言われている。ありがとうございます。